第3回イベント。地球大気中にはもともと酸素がほとんど含まれていませんでした。ところが原生代初期の約24億5000万年前から約22億年前にかけて大気酸素濃度が急激に上昇したらしいことが知られています。これは第3回イベントと呼ばれています。大気中の酸素濃度は実は25億年以前の太古代においてもわずかに上昇するということが何度かあったことが最近分かってきました。堆積物中に見られる酸化還元状態に微量金属元素の濃度が一時的に増加しているのです。これは酸化濃度がわずかに上昇した痕跡とされています。このことは酸素発生型光合成が太古代から始まっていた可能性を示唆します。しかし大気中の酸素濃度が優位に上昇するのは原生代になってからでした。約24億5000万年前以前には硫黄の同位体比が質量に依存せずに変化していたことが海底堆積物中の硫黄化合物の分析から分かっています。この現象は大気上層において火山ガスによってもたらされた二酸化硫黄が太陽紫外線を受けて光化学反応を起こすことによるものだと考えられており、酸素濃度が上昇して紫外線を遮蔽するオゾン層が形成された現在では見られない現象です。そのようなシグナルは約24億5000万から約24億3000万年前になると消えてしまいますが、それは大気中に酸素濃度が現在の10万分の1レベル以上になったためだと考えられています。一方、約22億年前には赤色土層と呼ばれる酸化鉄を含む風化土壌が世界中で形成されるようになります。このことは大気酸素濃度の上昇によって地表の岩石が化学風化を受ける際、岩石中に含まれていた鉄が酸化鉄として沈殿したことを意味します。鉄は酸素がなければ水に溶けて海洋へ運ばれるため、それ以前の風化土壌は鉄が欠乏しているのですが、約22億年前に地球史上初めて世界中で赤色土層が形成されるような酸化的な環境になったのです。さらに約22億年前から約21億年前にかけて世界中で硫酸塩鉱物の沈殿が見られます。現在海水中の主な塩分の一つである硫酸イオンは陸上の岩石中に含まれている鋼鉄鋼、鉄を含む硫化物が酸素を含む条件下で化学風化を受けて溶け出し海洋に供給されたものです。したがって大気中に酸素がほとんど含まれていない太古代においては海水中に硫酸イオンはほとんどなかったと考えられています。硫酸塩鉱物が沈殿するということは海水を少し濃縮すれば過飽和になるほど硫酸イオンが蓄積していたことを意味し、かなり長期間にわたって硫酸イオンが陸から供給されていたことを示唆します。しかしこの後はこうした証拠が再び見られなくなるのです。これらのことから約22億年前から21億年前にかけて酸素濃度が一時的に
現在とほぼ同じレベル程度にまで上昇した後、現在の1000分の1から100分の1レベルにまで低下して落ち着いたとするオーバーシュートと呼ばれる現象が起こったのではないかと考えられるようになりました。すなわち第3回イベントは酸素濃度のオーバーシュートを伴っていたらしいということになります。補足。約22億年前に生じた酸素濃度の急激な上昇イベントは、同時期に生じた全球凍結イベント直後に必然的に生じたこと。その際に酸素濃度はオーバーシュートし、約1億年かけて新たな定常レベルに遷移した。このような酸素濃度の上昇は、原生代初期の真核生物の出現と密接な関係にあったのではないかということも示唆されている。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。